ということで、まあ、本当にこれはすごいことだなと思うんですけれども、ご自身でいかがですか？すごいことだと思います。この記録はどうでしょう、どこまで伸ばしていきましょう。ある人には11回、ある人には15回、はい、もう永遠に終わることはない目標ですね。まあ、本当にね、こう年々ガールズのレベルも進化していく中で、この常にトップの位置で戦い続けられる秘訣っていうのはこう何かあるんですか？一番やっぱ大事なことは、自転車が好きってことですかね。やっぱりそこがもう一つ原動力になってるっていうような感じですか？そうですね、一番大きいと思います。まあ、石井選手といえば、本当にこのガールズキッズの頭脳派っていうような呼び声もあるかと思うんですけれども、ご自分ではどうでしょう？そうですね、もう考えないと勝てないので、勝つには考えます。改めて今年1年というのは、石井選手にとってはどんな1年でしたか？そうですね、少し苦しい時期が長かった1年だったなと思うんですが、最初のやっぱ優勝回数で積み上げられたので、やっぱ常に気を抜かないで頑張った証拠かなと思います。まあ、この年末の平塚グランプリといえば、石井選手にとっても非常にこう思い入れのあるバンクかと思うんですけれども、そのあたりはどうでしょそうですね、とてもまた戻ってこれてよかったなと思ってます。う？もういいイメージしかないんじゃないですか。それがですね、一番最近走った平塚競輪場が7着してたので、まあ両方ありますね。まあ、年末最後の一番ですから、いいイメージでということで。はい。そしてこのメンバー出揃っての印象というのはいかがでしょうか？もう強烈ですね。そして競輪祭が終わって、ここまでの調整というのはどうでしょう？調整はうまくいってると思うんですが、調整はうまくいってます。今言葉に詰まりましたが、何をっちょっとていう考のえられたんですは、か？はい。レベルが上がったかどうかは分からないけれど、自分の調整はしっかりできていると思い自分の中ではもう納得のいくっていうような練習ができてるっていみんう。なと比べるとっていはう。い。まあ、グランプリと言いますと、ちょっと普段こう競輪をあまり見ない方っていうのも注目されてるかと思うんですけれども、まあ、この石井選手のここを見てもらいたいっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいんですが。まあそうですね、紹介とか見てるときに、この子が8回連続出てる子なんだと覚えてもらえればいいかなと、今年もそれを感謝しながら走りたいと思ってます。女王になった暁には、まあ、1年頑張った自分へのご褒美なんていうのは何か考えてますか？そうですね、自分にと言いますか、恩返しをするつもりで寄付をまたしたいなと思います。やっぱり石井選手というと、そういう大きいところを重だっねていくたら、時期に、ね、いつもこう寄付されているイメージがありますけれども、やはり今回も。今回もしたいと思います。では、もう一言、グランプリに向けての意気込みを最後に一言お願いいたします。そうですね、1年苦しい戦いでしたが、出場を決めて、本当に周りの人の支えとファンの人の支えがあって走れているので、感謝しながら走りたいと思います。ぜひ最よ後ろにしくお願いします。最高の笑顔を期待しております。はい、頑張ります。